こんにちは。修士なのに毎日投稿しているシュウマイです。今回は栃木県にある塩原温泉の温泉街を紹介していきます。吊り橋と温泉と滝の町に興味がある方はぜひご覧ください。塩原温泉は箱根や別府のように小さな温泉地が点在していて、あまりにも広すぎるので中塩原温泉の周辺を温泉街として紹介します。塩原の街中はかなり閑散としていて、旅館や滝が数多く見られます。塩原の名物はスープ入り焼きそばです。この量で700円前後と安くて非常に美味しかったです。泉質は塩化物泉を主としていて、場所によっては硫黄泉や酸性泉もあります。保温効果が凄まじく、汗が止まらないのが特徴です。そのため冬以外に一日で湯巡りをするのはしんどいと思います。日帰り温泉を営業している旅館も多く、ほとんどが地下源泉を引いているので、どこに入浴するか悩みますね。足湯も複数箇所あります。有名なゆっぽの里は有料なので気をつけてくださいね。ただここまで広い足湯は珍しく、非常に綺麗な施設なので家族連れやカップルにはおすすめできます。塩原温泉は全体的に規模に対して人は少ないので、ゆったりとした温泉旅をしたい方にはおすすめです。街並み全体としてやや廃れ始めている、そんな印象を受けました。人も優しく自然も素晴らしい温泉地だと思うので、皆さんもぜひ行ってみてください。以上で紹介を終わります。このチャンネルでは毎日観光スポットを紹介しています。よければ他の動画もご覧ください。以上、ご視聴ありがとうございました。